ニチュアの趣味って崇高だよね。崇高、わかります。わかる。はい、本当にあの俺子供の頃にやっぱりミニカーが大好きで、うん、で2つぐらい年上の男の子が遊びにうちに来た時に、うん、ほらって言って見せたミニカーをね、これこんなのあんだよって言って、しかもそれってね、あのキャデラックかなんかのミニカーだったんだけど、はい、普通はミニカーって運転席と助手席のドアしか開かないじゃん、はい、後ろも開くんだよ、フォードは全部開くの。ええー、すごい。うん、すっごいしちゃったけどね。ああ、やっぱ壊れやすいんですか。ああ、やっぱり子供だからさ、それも開けたり閉めたり開けたり閉めたりするじゃん。はいはいはい、はい。ポロッと取れちゃって。うん。いや、誰の目を気にしてる。おもろ。で、そしたらその子が、はい、お、すごいミニチュアじゃんって言ったの。え、これミニカーって言うんだよって、俺そんなミニチュアって言葉知らなかったから、あ、これミニカーって言うんだよって言って答えたって恥ずかしい思い出が未だにあるんだけど、うんうんうん、それでやっぱり俺未だにその、まあそんな高価なものはね、もう今となっては買えないけど、一時、うん、やっぱりそれをその輸入して売ってたこともあるから、うん、ダンバリーミント、フランクリーミントっていう、そうそう、本当にもうこんな、そうだな、43分の1で15万とか。へえ。うん。それだけ成功なの。うん。例えば、ピックアップのトラックのミニカーがあるとすると、うん、後ろのゲートっつってこう、後ろのこう、まあ要は荷台の蓋があるじゃん。はい。それをカチャッと開けると、細い鎖が繋がってんだよ、こうやって。ちゃんと。おー、すげえ。で、繋がってたりとか、あとあの、フィエルリッドって言って、ガソリン入り口のところがキッと開いたりとか、うん。うん、するんだよ。はぁ。で、そんなのがもうとにかく楽しくてね。うん、うん。うん。で、鉄道模型なんかにしてもそうなんだけど、俺鉄道模型を走らせる趣味はないんだけど、うん、前にほら、うち来てもらったのに見てもらったと思うんだけど、はいはい、こんなちっちゃいね、うん、ミニチュアの、なんとジオラマ、うん、うん。それを、こう、そこにこう情景を作ってポンと置いといて、こう飾っとくのが好きだったりとかさ。うん。うん、そのミニチュアとかジオラマとかって、やっぱ自分の都合のいい景色を切り取って、置いとくっていう、うん、多分ね、紙視点なんですよね、あれって。ああ、それは言えるかもしれない。ね。だから崇高なんだと思う。うん、紙視点だ。そう、紙視点、あれ。あ、そうかもしれないね。うん、うんうん、まあそれでまあそんなことが、まあ最近はね全くそれはいじってない、そのまま飾ったままにはなってるんだけど、うん、オスコングッズ発売中です。トップページのストアというところから見るだけでも見てください。及川さんが描いてくださった僕らのイラスト、激にありがとうございます。オスコングッズ絶賛発売中でございます。よろしくお願いします。見るだけじゃなくて買ってね。はあ、俺が所沢に住んでた時にね、はい、近くにある所沢航空公園っていうのがあって、はい、所沢は航空発祥の地だから、うんうん、っていうことでその西武線の西武新宿線の、あの航空公園駅のところにはもう未だにその飛行機なんかがね、実機がこう飾ってあったりするんだけど、はい、でその航空公園の中で何ヶ月かに一回ね、フリーマーケットが開かれるのさ。おー。うん。その真ん中の、まあもともとその滑走路だったって言われてる道なんだけど、そこに、こう両側にこう、うわーってすっごい出るんだ、店が。うんうん。でもそこを歩いてみると、こんなもの誰が買うのこれっていうような、ものだったりとか、なんか中途半端に使った香水だったりとか、失礼だよ、こんなの人に売るのって。思いやるものだったりとか。はいはいはい。いろんなものがあるんだけど、やっぱり、ちょっとそのコレクターズアイテムっぽいものを、その特にそのミニチュア系のものであるとか、なんかも結構いっぱい出るんだよね。うんうん。で、古いミニカーだったり、昔のそのもう1960年代のマッチボックスだったりとか、
1970年のホットウィールだったり、そんなのが出たりするんだけど、普通で言えばヤフオクなんかで買ったら5万も6万もするものが1500円でいいですよ、とか。へぇ、そんな風にこう割と取引がされるのよ。ほうほうほう。で、俺はね、いつもそのフリーマーケットで何を狙って行ってたかっていうと、うん、革ジャンなのね。あ、革ジャンですか。うん。はあはあ、ただね、革ジャンって気をつけないと、はい、ゲスな話をするんだけど、はい、革ジャンを着てる人って特にそのバイカーのスタイルだったりすると、うん、地肌に着ちゃったりとかっていう感じが案外あるのよ。はいはいはい。すると、割とその、オイニーが、オイニーが、ものすげえオイニーだったりすることとかもあるのね。ああ。それってなんか、ウェットティッシュとかアルコールとかでも取れない。いや、取れない、取れない。で、俺一回それどうしても欲しいのがあったから、しょうがない、これ買ったんだよ。うん。買ってクリーニング屋持ってったらダメですって言われて。ああ。無理ですって。取れません、これはって。はあ。うん。もう皮自体に染み込んでるので、ああ無理ですって言われて。そうなんですね。うん。もうとてもじゃないけど、着れる代物じゃなかった。臭すぎて。うん。すごい。すごいよ。もう、8万個ぐらいすりつぶした玉ねぎを背負って歩いてるみたいな。8万個いったんですね。うん、もう、おー、規模感は伝わりました。うん。はい。まあ、ねえ、しょうがないってはしょうがないんだけどさ、だけど、うん、結局のところは、まあ、それは廃棄しちゃったんだけどね。うんうん、だけど、俺がその狙うのは中古のもんじゃなくて、新品のメーカーものの革ジャンが不良在庫でずっと残ってたものを、どうしても処分したいっていう人たちが出てくるんだよ。はあ。本当に。まあ、この間もね、ちらっと、なんかのライブかなんかと思って俺この話をしたところなんだけど、はい。もうね、本当に、それこそ、トム・クルーズの、バージョン、うんうん、新品で5000円だったりするんだよね。ええー。もう今なんかおそらく20万以上すると思うんだけど、はい、あ、もうね、20年あるんですよ、うちに。いくらでいいですかって。5000でいいかなとは。すごい。そっか、そういうとこに行けば、あるんだよ。僕、もうちょっと痩せないとダメですけど、革ジャンとスカジャンは絶対欲しいと思ってて。あ、スカジャンなんか特にそうだね。へぇ、あるあるある。そうなんですね、うん。いいこと聞いた。そうなんだよ。それで、俺、それまたその時もそう見に行ったわけ。で、うん、その時に出てた革ジャンがまた、アビレックスのがやっぱり、なんとかっていう後ろにこう、バーガーガールじゃないけども、うん、要はその戦闘機の横にこう書かれた女の子をそのまんま後ろにプリントしたやつが出てて、これなんとか釣ったよなと、俺それ思い出せないんで、なんとか釣ったよ、これ絶対もうないやつだよなって言ったら、これ新品ですかって言ったら、はい、新品です。一応長期在庫ですけどね、新品ですよ。うん、はあ、じゃあこれ、うわ、こっちにもあるじゃん。あ、こっちにもあるじゃんと思って、3着欲しいんだけど、いくらでいいですかね。3着、本当は1着1万欲しいんだけどな、じゃあ2万5千でいいかなって。わかりました。つって、2万5千払って。はい。じゃあ今ちょっと袋に入れますねって。手下げでいいですかねって。あ、なんでも買わないです。言ってたの。はい。で、その人がこう、きちっとこうしてくれて、畳んでくれて、こう入れてくれてる間、何気なく、ひょいっと見てたら、その人が座ってる横に、ちっちゃい家があるのさ。ね。うんうん、で、なんだこれと思って、近く寄ってみて、見たら、はい、ドールハウスよ。ね。結構でかいやつだよ。1メーター。え、まあ、その敷地みたいのがあるから、あ、そこを入れて、もう90センチ1メーターぐらいあったかな。1メーターの60センチぐらいあるんだよ。え、そんなんってよくあるんですか？その敷地とかそんな。あるあるある。へぇー。だけどね。で、おぉ、これすごいなぁと思って見てたら、うん、そのご主人が、あ、これ、もし、欲しいですか？って言うから、うん、え、いやいやいや、そういう趣味ではないんだけどね、って言ったら、いや、これね、実際のところは、ものすごくいいものなんですよ。
はい、これ、イギリスで手に入れまして、と。お、本物じゃないですか、と。お、よくご存知ですね、ってわけよ、うんうん。これ、実はね、ドールハウスにもやっぱり一つの流入流れがあって、もう今からもう100年ぐらい前にね、その、メアリー王妃に、それをそのプレゼントした人が、メーカーがあったと。その時のサイズが120分の1だったので、うん、それからっても全部の流れが120分の1がメインになってもさ。はあ、面白い。そう。それで、こう中見てみると、本当にシャンデリアが一個一個の部屋にこうシャンデリアが灯ってて、これもしかして点灯するんですかねと。お、もちろんもちろん、点灯しないと嘘ですよって。すごいなぁ。でも、こんな高価なものはもう、全然買えないし、男だってそんな僕、豪邸に住んでるわけじゃないんで、無理ですよ。いや、でも、そうだな、母ちゃん3着も買っていただいてるし、5000でどうですかね。え、マジでだって。はい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 。え、転売したっていいじゃんっていうぐらいの考えになったわけよ。だけど、いやー、本当に、でもちょっと物理的にちょっと持って帰れないですねって言って、うん、あー、お近くですかねって言うから、もう僕は新所沢なんで、もう車で5、6分のところなんですけど、あ、じゃあね、ここの会場が5時までなので、うん、それからお宅にお届けしますよ。で、住所だけ教えていただければ、あ、お金もその時でいいんで、みたいなこと言われて、はい、本当ですか、あ、じゃあお願いしますって言って、住所と一応電話番号が書いたかな。うん、で、一回帰ったのさ。はい。あれだったら、どこに置くかな、ここの棚の上かなってのも一回全部こうどかしてさ、置くところ作って。うんうん。そしたらきっちり、その、まあ、終わって片付けしたぐらいだろうね、5時半過ぎぐらいだったかな、来たさ。はい。と持ってきてくれたの。それ家の中行ったら、なんか、なおさらでかいんだよね、なんかね。うんうん、うん。でかと思って。え、なにこれ家の中に家ってって。ほんまや。なんかすごいシュールだな、これって思いながら。で、あ、そういえば、でも、あれですよね、イギリスは240ボルトでしょ。え、そっか。コンセントの形も違いますよね。丸ピンですよね、向こう。え、って言ったら、ちゃんとそれ変換してあるんですよ、とか、ちゃんと中に、コンバーターが入ってますからね、100ボルトに変換して、日本のコンセントでも使えるようになってますから。とにかく楽しんでください。もう素晴らしいですよ、これは。いや、本当にありがとうございました。どうも、この度ね、本当に、お世話様、お世話様でした。玄関出てくときに、うん。いや、やっと、これでもう、やっと手放せました。ありがとうございました。って、え、って言ったの、俺。気になるな。うん。だけど、その、俺の、には全く反応しないと思って、シュ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 って言っちゃったの、車のとこまで。はぁ。ほんで、俺、上から、こうやって見てたら、はい、こっち見向きもしないと、うわぁ、うわぁって言っちゃったのよ。うん？と思って、はい、まあまあ、でもちょっと、夕方になってるし、電源入れてみようと思って。うん、で、家入って、コンセントでサクッと刺してみたさ。そしたら、ぷわぁ、あれ不思議だよな。ピャッとつかないんだよ。ぷわぁってついていくわけ、電池が。へえ。うーわ、すげえと思って。うーわ、これ、何個部屋の1、3、4、5、6、7、8つぐらいあるな、これ。うーわ、これ、人に見せてえな、これ。へえ。裏はどうなってんだろうと思って。うん、そのまま、そう、重いんだよ、結構、うんうん。持ち上げてみたさ。そしたら、裏に、19、とにかく古かったわ、うん。で、リカードって書いてあって、リカードってアメリカのある都市なんだよ。イギリスのある都市なんだよね。はい、町の名前なんだけど。はい、ああ、じゃあこれ本当に向こうで作られたもので、へえ、すごいな、これ。なんか売るの欲しくなってきたな、って。うん、だけど、この狭い部屋にこれは、これは存在感ありすぎだぞ、ああいうの。どうしようかな、って、こう思ってたのよ。うん。で、その日は、まあ、とりあえずそのまま寝ようと思って、風呂へ入って、布団入ったところで。はい。
で、万が一なんかこう、それつけたままにしといて燃えちゃったら嫌だからね。うん、だから一応電源抜いてさ、で、布団の中入ったの。しばらくして、うどうどっとした方に、どっからともなく、ブシュ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 って、あえて言うとね、はい、何かひたひたに液体でに浸したマスクをここにつけて、そこで、で、息してる感じ。うん、そんな感じの、音とも声ともつかないものが聞こえるのよ。で、俺、それでもって、うっと目を覚まして、で、まるでその夢枕で聞いてたみたいな感じでそれを聞いてたはずなのに、目を開けた後も聞こえるのよ。って聞こえるのよ。で、なんだろうこれ。え、あのドールハウスなんかの音するんじゃないか。何が起こってんのと思って、このまま布団から這い出して、こうなった状態でこっから動けなくなったのね。え、動けない？うん。金縛りになった。そのままの状態で。おう。なんでこれ動けないの？ちょっと待って。うん、あ、やべ。やべ。本当動けない。と思ってたら、すぐここに人の気配がするんだよ。で、ほら。ほら、なんか立ってるじゃん、あそこに。横立ってるじゃん。やばい。やばい。と思ってたら、こいつが、ぐーってしゃがんでくんだね、こうやって。俺の視線に合わせるように、ぐーってしゃがんできて、俺、その瞬間、もうたまんなくなって、うわーって、もう、声にならない声で悲しみになってるわけだから、うん、その声にならない声を、うわーって上げたわけ。その瞬間、そいつが見えたの。顔がボコーンって陥没してて、こっから赤黒いものがブワーッと出てる。本当に、あの、砲丸投げの砲丸を、うん、まるでマシンかなんかで加速してここにぶつけたみたいな、ボワーッボッキーンってここがえぐれてんだよ。うわー。ほんで、うわーってもう、声にならない声を上げたつもりだったけど、声になってたね、あれ、多分ね。うんうんうん、ほんで、金縛りが解けたんだけど。もう、たまんねえと思って、もう、それに狙んなかったから、もうすぐさま友達のところへ行って。はい。で、どうしたのよとか、いや、ちょっと、お前に今言いたくねえから、とにかく、ちょっと嫌なことがあったから、ちょっと止めてくれって言って止まったんだよ。で、次の日だって俺、考えてたわけ。そういえば、あの手詳しいやついたよな。そいつに相談してみるかなと思って、ほんで、そいつのとこ電話やって。ほんで、いや、実は、ちょっと古い年代のリカードっていう表示があるんだけど、おー、それはもしかすると名品かもしれない。ちょっと見せてくれよ。なんだったら俺買ってもいいよ。って言うので、はい、じゃあちょっと来てくれって言って来てもらったの。で、これすげえな。これすげえな、これ。いや、もう何もかもないわ。もう買うわ。俺これ買う。うん、買う。そう、こう、中の失礼もすげえもんな、これな。それでゆうべ何があったってって言うから、いや、実はちょっと俺こんなことあったんだけど、こいつのせいじゃねえかって。なことねえや、お前。まあ、あったとしても不思議じゃないけどな。うん。昔のもんだからね。本当になんか変なその気が入ってるってこともあるかもしんないよ。もしかすると。で、幽霊とかなんとかそういうことじゃないんじゃない？で、こう見てたやつが。はい。うん？あれ？っていうの。で、こう、それをこう、ぐーっと動かしてるの。こう、こっちから見たりさ。またぐーっと回して、逆から見たりしてんだよ。あれ？これ、赤ずの間があるなら一つっていうのよ。おぉ！赤ずの間？何それつって。はい。ほんで、これはな、お前、この手はな、こういう風にこれ、いいか？これ開くんだぞつって、はあ。こうやると、こう、ガションって言って、取れたのよ、2階部分が。ええー。ほんで、
まあなんかこう緩めたかなんかしたけどね。で、うんうん、取れたのよ。そしたらまるでこう、なんていうの、家のこう、配置図みたいなさ、そんなのができたわけよ。はい。こう区切ったって。うん、とあるね、ここに。赤鶴間。しかもみんな普通上からはこう見えるようになってるのに、その上も塞いだの、その部屋だけ。あ、もう完全に見えないですね。うん。おぉ。これ、ドアが、ドアがあるけど、おい、見えるか見えるか。このドアの取っ手があるだろ。取っ手のところに、一本壁側のところにピンが振ってあるだろ。え？おぉ。おぉ、あるな。そこをよ、まるで針金かのなんかのように、こう、ぐる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 って止めたのわかる、うん。ドアノブがあって、それはドアだろ。壁側のところに普通はないだろ、そんなもんって。普通の家だと。ないだろ。ここにも一個、一個ピンが打ってあって、ドアノブとこのピンの間を何かでぐるぐる巻きで止めてあるだろ。ある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 。あるな。なんだこれ。これな、髪の毛だぞ、多分。は？何？うん。これ髪の毛だ。間違いねえわ。ちょっと、カミソリあるか？お前のとこに。カミソリ。か、おう、森、入って、T 字持ってきてどうすんだよ。T 字のカミソリ持ってきてどうすんだよ。そうじゃなくて、まっすぐの、まっすぐの、ないの？いや、あるあるある。もう、はい、はい、どうぞ。つって。ボケるなよ、こういう時に。頼むよ。な頼むよ、お前。マジなんだからね、こういう時に。で、その間のさ、こう髪の毛をさ、こう切ろうとする。すると。切れるのよ。で、髪の毛なんだよ。そしたら、ピンって切れて、そしたらこっちがピュッと開いたのよ。それを、こう、キューッと開いたの。うわ、なんか入ってるぞ、入ってる、入ってる、入ってる。ちっちゃちっちゃちっちゃ。ハサミ、なんだろう。ピンセットなんかねえだろ、お前んとこ。ないだろ。そこにあるちょっとハサミ取る、ハサミ、ハサミ、ハサミ。しかし。で、そのハサミをピンセット側にして、ぐーっと入れてて、なんかこう、挟んでこう、ぐーっと出してくるの。うん、その中に、真っ黒く塗られた、男の形をした人形が一つ入ってて、その人形の顔が、うん、昨日俺が見たみたいに、ボコーンってへこんだった、ここが。ぐわーって内側に。うわー、そういうことですか。何かでだから多分この呪いをかけたんだね。はぁー。だからおそらくもともと持ってた、これを持ってたその店の主は、はい。しょっちゅうそれがだから現れてたわけだよ、このボコンが。そうですね。うん、うわー。え、呪いか。うん、そういうことなんだね、多分ね。ああ。あれは参ったよ。気持ち悪いよ、あれは。すごいっすね。ああ、目かゆいぞ。花粉症でね。今日も現地に目がかゆい。あの、髪の毛をカミソリで切るっていうのは、うん、ハサミじゃダメだった。入らないの、この間に。ああ。狭すぎて。ああ、そういうことっすね。そう。だからそれにはそのカミソリの刃だったら入るからっていうことを思って、こうやってこうやって切ってたのかって、こういうふうにして。シッって切れたんだよ。あの時の感覚気持ち悪かったね。え、それどうしたんですか？そいつが持って帰ったよ。持って帰った？うん。ええー。うん。そしたらそのね、黒い部屋、もうなんか真っ黒塗ってあるんだから、部屋なんかね。やつは黒い部屋って言ってその黒い部屋を開放して、人形出したでしょ、はい、それからおかしなこと一回もないって。あ、解放すれば OK やった、ね。そうそうそう。お前これいくらで買った？って言うから。はい、うん、うん、つって。こわ、高かったぞ、お前。うん。本当のこと言えよ、お前。バレてるやん。5000円。うん、じゃあ5000円じゃ買わねえから、買いそうだから1万で買ってやるわ、つって。1万置いてったけど、はい、でも奴が言うには、はい、これ下手すれば100万から言うかもしれないって言ってた、その後。あ、そうなんですか。持ってった後から言ってた、そんなこと。はぁ。え、その後、どうしたんですかね。なんもないっつよ。うん。なんもないって、本当に。そっか。うん。そいつは別にそのドールハウスのマニアではないんだけど、うん、いろんなそういう、その、調度品、まあ、広いでかい家に住んでるから、いいんじゃない、うん、飾っとけば。
うん、でたまにこうボコが出てくればいいんだよ。たまにね、残りがとしてね。いやーすごい話。ね、なことあるかもしれない。だから割と、まあ日本国内でもそうだけど、まあ日本だとね、いろんな昔からのその人形の話もあるし、うん、まあこれもある意味人形の話だからね。そうですね。うんうんうん、なかなか海外のものはね、侮れないよ。うん。はい。怖い怖い。そんなお話でございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。ファンキー中村。パウチ。ゴーストコンテンツ。チャンネル登録をよろしくお願いします。